トレーラーが発表された当初からポケモンに似ていると騒がれていたパルワールドですが、プレイした人によっていろいろと意見がありそうです。プレイしてみてすぐに感じるのは、とにかくいろいろなゲームから影響を受けていることかな。こんなに要素が多いゲームだとは思わなかった。パルワールドはまだアーリーアクセスのゲームなので、これから変わっていく部分も多くあるかもしれませんが、20時間ほどプレイしてシステムやゲーム性は理解できたので、いい点悪い点で項目を分けてレビューしていこうと思います。まずはゲーム概要。開発はポケットペアで、2024年1月19日にアーリーアクセスの形で発売されました。前作のクラフトピアもゼルダの伝説ブレスオブザワイルドに似ているという話題は散々出ていましたが、今回のパルワールドはポケモンを筆頭にたくさんのゲームに似ているゲームだと思います。グラフィックはアンリアルエンジンらしく全体的に美しいですが、あまり特徴らしい特徴はないグラフィックで、そこまで引きつけられるものはないです。サバイバル、オープンワールドの探索、建築、生活などの要素がとにかく多いゲームで、ジャンルとしてはオープンワールドサバイバルクラフトとなっています。サバイバルとは言われてるんですが、サバイバルらしい要素は空腹や温度変化ぐらいのもので、サバイバルとしては圧倒的に有名なアークのように細かく項目があるわけではないので、サバイバルの要素が苦手な人にとっては遊びやすくなっていると思います。不思議な生物であるパルは100種類以上いるので、集めていくだけでも楽しく、ポケモンのように炎や水などタイプが分かれていたり、パッシブスキルに個性があったりと、ポケモンみたいなキャラクターが好きな人にとってはたまらないものだと思います。パルを捕まえるにはスフィアをパルに投げつける必要があるんですけど、その所作や構図っていうのはまさにポケモンで、スフィアを投げている時が最もポケモンを感じる瞬間かもしれません。ただこのゲームにはパルを解体することができたりと、アダルトなポケモン、あるいはシニカルなポケモンという表現が合うようなゲームで、ポケモンに比べて闇の部分があり、一筋縄ではいかないです。任天堂との著作権の問題についてよく話題になっていますが、まあ、実際にはそこまでゲーム性が近いとはあまり感じないので、話題にはなるけどそこまで気にする話でもない気もします。それじゃあここからは良い点悪い点に分けて話していこうと思います。まずは良い点。パルを雇う会社のようなシステム。拠点を作っていくと施設がどんどん増えていくんだけど、このゲームではパルがそれぞれに勝手に働いてくれるので、自分が何もしなくても施設を稼働させ続けることができます。ここが普通のサバイバルゲームと違うところで、自動でパルが働く様は可愛いし、自分で作業しなくても進んでいくのはめちゃくちゃ楽です。自らが動くわけじゃないので、まあ、会社を経営しているようなシムっぽい感じもあって、少し他のサバイバルゲームとは感覚が違って新鮮です。パルたちには小気度を表す産地が設定されていて、それが下がると暴れ回ったりするんだけど、食事をいいものにしたり温泉などの設備を整えていくと産地が回復しやすくなって、パルを働かせ続けられるので、小気度にはある程度気を配っておかないといけなかったりと、パルの状態をマネジメントする必要もあります。パルたちも働きすぎると病気になったり怪我をしたりとやられてしまうこともあるので、薬を与えたりとか休養させてあげるような場合もあります。次に個性の強いパルたち。パルにはそれぞれパートナースキルが用意されています。パートナースキルは個性豊かで面白いものが多いです。例えば水属性のペンタマをロケットランチャーとして発射することができるペンタマのパートナースキルペンタマランチャーや、クルリスのサブマシンガンを撃てるパートナースキルクルリスリコイルなど、使っていて面白いスキルが用意されています。パートナースキルを使うためにはパルに関係するアイテムを制作しなくてはいけないので、それなりに準備には時間がかかりますが、一度作ればアイテム欄の大事なものに入るので、いちいち出し入れすることなく使えます。だからたとえ死んだとしても大事なもの欄のアイテムは落とさないので、パルにマウントして死んで落としてしまったアイテムの回収などもスムーズにできます。次に分かりやすいプログレッション。このゲームのプログレッションはすごくシンプルで分かりやすく、それが遊びやすさを生み出しています。プレイヤーとパルそれぞれにレベルがあって、レベルが上がると能力が上がっていきます。プレイヤーのレベルがパルのレベルの限界でもあるので、プレイヤーのレベルを上げていくことが直接パルのレベルを上げていくことにもつながります。レベルを上げていくことによるステータスの向上や敵に与えるダメージの向上幅はかなり大きいので、単純にレベルを上げていくだけでパルはどんどん強くなっていきます。プレイヤーのレベルが上がるとステータスポイントとテクノロジーポイントが手に入ります。ステータスは単純で HP、スタミナ、攻撃、防御、作業速度、所持重量があります。プレイしてるとよくわかるんだけど、結局 HP とスタミナと所持重量を上げることが重要で、他のステータスはおまけみたいなものだと途中で気づきました。ステータスは振ると結構露骨に変化を感じるので、ポイントを振った時の恩恵は大きいです。テクノロジーポイントは武器や新しい施設、パルのパートナースキル解放のアイテムなど、いろいろな種類のアイテムをアンロックしていくことができます。パルに乗るためのサドルもレベルが上がるごとに順当に解放されていきます。マウントの速度もレベルごとにだんだんと上がっていって、初めは地面を走
走るだけだったマウントも空を飛べるようになると一気に便利になるし、マップの探索がめちゃくちゃやりやすくなっていきます。パルを捕まえるためのスフィアもプレイヤーのレベルが上がっていくことで順当に解放されていきます。スフィアはグレードアップすればするほど難易度の高いパルを捕まえやすくなるので、グレードの高いスフィアを使っていると成長していることを実感することができます。スフィアでの捕獲はパル以外にも人型の敵や商人なんかも捕まえることができるし、捕まえることそのものが単純に楽しいものです。またボスを倒すと古代テクノロジーポイントが手に入ります。これはテクノロジーポイントとは違って特殊なアイテムのアンロックに必要なポイントになっています。例として挙げれば卵孵化器やグラップリングフックといったアイテムがあって、各地にいるボスを倒していくことがチャレンジでもあり、古代テクノロジーポイントによるアンロックを促進していくことにもつながるので、ボスが存在する意味とかチャレンジする動機づけとして素晴らしいものだと思います。他にも力の石像によるパルの強化や捕獲力強化ができます。オープンワールドを探索しているとクルリスの像がそこら中に設置してあります。このクルリスの像を集めて力の石像の元へ行くとパルスフィアの捕獲力を強化することができます。オープンワールドの探索をしていればかなりの数が見つかるので、新しいパルを見つけに行きながらもクルリス像を集めていけるので、いろいろな方向性でオープンワールドを開拓していく楽しさがあります。さらにこの力の石像ではパル自体の強化もしていけます。パルのソウルというアイテムを使うことでパルの性能を向上させることができるので、オープンワールドを探索してアイテムを集めれば集めるだけパルを強化していくこともできます。強化の段階も単純で分かりやすいし、リセットも可能なので気兼ねなく強化できるのはいいところです。それではここからは悪い点、序盤のアイテム管理の大変さ。ゲーム序盤はだんだん新しい素材が手に入るんだけど、それに対して作れる木のチェストがあまりにも小さくて数を作らないといけないので、アイテムの管理がとにかくめんどくさい。例えばチェストにラベルをつけて外から分かるようにしたりできるとかなり便利になるんじゃないかと思う。明確に置く場所を分けたりすることで使いやすくはなるものの、拠点の中がチェストでいっぱいになってしまうので、その点ではいまいちだったりする。後半になれば大きいサイズのチェストが作れるようになって、とりあえずは解決はするんですが、そこまでたどり着くまでが結構時間がかかるので、アイテムの管理は長い時間つきまとう問題の一つだと思います。次にパルに任せっきりなコンバット。パルにマウントしながらのコンバットは3つのスキルを使うことができて、それなりに面白いものなんですが、プレイヤー自身は見守るのが基本で、狙われた時にドジするぐらいのもので、あまりアクション性が高いコンバットとは言えないです。パルへの指示も簡単なものしかなく、戦略性を持って戦うようなゲームではないです。プレイヤーの攻撃としては弓やクロスボウ、銃などによる攻撃が主になっていて、近接系の攻撃はゲーム後半ではほぼ使うことはありません。弓などの攻撃はダメージはそこまで出るわけではないので、やはりパル頼みのコンバットが基本になってしまいます。パル自体の動きは個性があって見ていて楽しいは楽しいんですが、 AI がそんなに賢くなく、フィールドでは頻繁に木に引っかかって動けなくなったりとか、あらぬ方向を攻撃したりとか、まあまだまだ最適が足りないのを感じます。次に密度が低めなオープンワールド。マップの作りはエルデンリンク、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、ティアーズオブキングダムをめちゃくちゃ意識しているものの、空っぽの空間が多くて満足のいくオープンワールドとは言えないです。オープンワールドとしては足りないと思うのは景観の変化があまり望めないことです。例えばエルデンリングであればゾーンごとの特色がとても強く、こんな場所にたどり着いたのかという喜びや発見っていうのがありましたが、パルワールドではビジュアルの変化が乏しくて、新しいゾーンに到達してもあまり喜びがないです。広さという意味では十分なんだと思うんだけど、ただただ広いだけでパルの密度も低めだし、ダンジョンも少なめで、もう少し工夫が必要に感じました。次にストーリーや設定が薄いこと。ストーリーがないので、どういう経緯でプレイヤーが行動しているのかもよくわからないし、なぜボスと戦っていくのかもいまいちわからない。さらにパルがなぜ存在しているかや、パル自体の設定などは薄く、ゲームプレイの中であまり語られないので、世界に没入しにくい作りになっています。もっとキーになるキャラクターがいたりとか、まあ、ストーリーテリングがあって展開がされていくと面白くなるんじゃないかと思うんで、まあ、今後の展開に期待したいです。次に BGM がないこと。 BGM はゲームの雰囲気を大きく変える重要な要素です。このゲームのオープンワールドではゾーンごとの見た目の変化が乏しいっていうことを話しましたが、 BGM がないことも大きな問題の一つです。 BGM がないことによってゾーンの雰囲気を作ることができていないので、そこがものすごく残念な点でもあります。まあ、これもアーリーアクセスであるがゆえなのかもしれないんですけど、今後追加されていけばもっとゲームの世界に入りやすくて良くなりそうです。総評として、全体として出来はかなりいいです。
サバイバルの要素が少ないので初心者でも楽しみやすく、パルたちが勝手に働いてくれる部分もまたカジュアルにプレイしたい人からすればいい点なんじゃないかと思います。逆にアークのようなサバイバルを求めている人ならば少しぬるく感じる部分もあるかもしれません。ポケモンとの類似点はよく問題になるんだけど、実際はそんなに似てないと思います。まあ、パールのグラフィック部分などは確かに似ていることは否定しないんだけど、ゲーム性という点で言えばアークの方がよっぽど近いし、まあ、そもそもポケモンに似ているゲームは今までもたくさんあったわけで、まあ、そこまで問題視する必要はないかなと。アーリーアクセスなどもあって作りが甘いところも多いんですが、この先アップデートでパルの種類が増えていたりとか、古代ポイントを使った特殊なアイテムや新しい施設などまだまだ進化していくことは間違いないので、長いスパンで遊べるゲームになる可能性が高いです。今回はマルチプレイはやらなかったんですが、ソロに比べて断然進行していくスピードが速そうで、協力していく楽しみもありそうです。たくさんのゲームを合わせることで中途半端になりがちなゲーム性っていうのをうまくまとめて作られたゲームだと思いました。普段サバイバルや建築系のゲームをやらない人でも楽しめてしまうゲームになっていると思うので、多くの人にお勧めしたいです。見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ではまた。